久保さん、再選ビジネスすすごいっすね僕はねあの風邪ひきまして体調不良ですね元旦から <laughs> 元旦から体調不良なんですけどやってますよでも、まあ、あの年末にあの予約なんだもう準備はほとんどしてたんで別にやることないんですけどねまあブログの更新とぐらいかなまあ別にこれもねあのなんだ あのなんだやらなくてもいいわけですよ別に久保さんに返さなくても何のあれもないですよね僕はあの商品売らないとあれですけど久保さんに動画送らなくても別に大丈夫なんでだけどやりますからねだけどやるっていう、ね、だけどやるにしましょうかそうなんかあの年末最後に僕はあのかおあの K 君っていう人にね喝入れたんですけど なんかその水面下で戦略を練ってますみたいな水面下で戦略を練っていてなんか今ブログ更新をストップしてますみたいなマガチンがみたいなお前の戦略お前の戦略って稼げんのかみたいな稼げるんだったらもう常に稼いでるだろうみたいな稼げるようになってからブログ止めろよみたいな話で稼げてないのになんか要はそのやれない理由ですよね ブログ更新めんどくさいから、まあ、戦略練ってるって言った方がかっこいいじゃないですか。ぶっちゃけ稼げてない人の戦略ってどうなんですかね <laughs> なんか意味あんのかなみたいな。うん、で稼げ、まあだから言ったんですけど、稼いでる人ですら戦略を企業戦略とかね、経営戦略をすごい会社でもするわけじゃないですか。じゃあ100発100錠当たるんですかって稼いでる人ですら。当たんないですよ。うん だからね、もうやりながらやりながらしかないと僕は思うんですけどね。いってらっしゃい。